今ファームを、改めて設置しました。今、3センチなんぼ今、0.9センチというふうな、数字が出てます。これ一旦スイッチ切ってもう一回スイッチ入れたいと思います。今スイッチを切りました。入れます。今ですねこれは、パイプ、15A のパイプ、につながってます。このですね、お皿があるとこの縁から、この中にこれが咳になって水が入ってきません。ですからこれは水が少なくなった時に、正しい水の位置が出ないんで、あ、今来ましたデータが、2.8 センチです、いい数字だと思います。うまく測定できるようになりました。原因はですね、ここからここの高さを、25センチに、設置したもんで、それでちょっと変な数字が出てました。地面が近すぎた、はい、近すぎた、今はですねうまく、できてます。温度計もちゃんと水の中に入ってます。これで、しばらく、測定したいと思います。ありがとうございました。